どうも、リクさん。どうも。今日は JW アンダーソン×ユニクロ、はい、プレビューです。プレビューです。いきます？なんかあります？一応 JW アンダーソンとはどんな方かというと、自分のね、JW アンダーソンとブランドをやりつつ、ロエベというね、老舗の、もともとは革ですね、のブランドのディレクターもしているという、うん、はい、もう新進気鋭というか、もうでもベテランかもしれないですね。若いですけどベテランですね。そうですね、出が若かったんでね、もうかなりのキャリアを積んでいると。でユニクロとのコラボも数年やってますんで、はい、そんな中でね、新しいコレクション、どんなコレクションなのかというと、今回のテーマは、はい、大学イギリスの大学生活にスポットを当てたということで、そんなコレクションになってますと。はい、アウターからお願いします。トレンチコート、はい、これ中綿入りのロング丈、これどこかで見たことあるな、ユニクロ U ですね。あ、まあ何が具体的にこう違うんでしょうね。もうちょっと、ソリッドなのかな。まあ、ブラックはなかったので、逆に言うとここでブラックをやるから U でブラックがなかったのかなと思うぐらい、普通ですよね。まあベーシック。次、はい、あ、同じトレンチコートのベージュがチェックになってると。あ、そういうことね。こうなると、はい、断然イギリス感出ますね。こうガンクラブチェック的な。そうですね、細かいチェックですね。テーラードジャケット、はい、ほらこれも、普通。ユニクロコラボファンに問いたい、これでいいのか。次、はい、テーラードジャケットウールブレンド、はい、これは、ツイードのようなね、ヘリンボーン生地のね。そうですね、まあ、なんかこうちょっとね、生地のこのなんていうか、こう質感としてはこうツイード調とかの方が、あの、ある意味こう高見えしやすいというか。そうですね、あの、物としてよく見えるので、まあいいんじゃないかなと思うんですけど。そうね、だからなんかどこか JW アンダーソンさんを感じる部分が欲しいな。でもこれさ、今回さ、なんかウサギの柄とかあるんですよ、あのレディースのニットで、ええ、そういう裏地じゃダメですか？裏地だけでも。まあ、ダメじゃないですけど、売れないんでしょうね。売り上げが 10% ぐらい下がるのかな、 15% ぐらい。次、はい、ニット、スフレヤーモックネックセーター。スフレヤーね、なんか確か JW アンダーソンでデビューした素材だったと思うので。あ、そうでしたか。あ、だと思うんですよね。覚えてますね。なんかそういう素材をこうベースにデザインするっていうのはすごくこうユニクロにとって重要なことだと思うので、はいはい、このスフレヤーってなんかフォワッとしていい素材なんだよね。そうですね、ふかふかしてね。でこのミックスも合うよね、多分ね。メランジカラー、かわいいです。オレンジ、ナチュラル、ブルー、どれも秀逸ですね、うん、これはいいんじゃないの。なんかちょっとこうインラインではここまでのミックスしたメランジ感というかね、いろんなカラーが混ざったものを出すのはちょっと難しいと思うんで、このカラーリングとか、てか俺がミックスしたニットが好きだからか。でも今年はなんかまたね、こういうの人気出そうですけどね。次、はい、次、シャツ、シャツカテゴリー、フランネルチェックシャツで、これね、毎回ねやってんだよね。だいたいこうチェックをこう、ブロックにしたような形で、はい、いろんな部分によってチェックがちょっと違うみたいな、クレイジーパターンになってるっていうのはよくやってるんですけど、ね、なんか今季はあんまりこうガツガツしてなくて着やすそうだね、これね。そうですね、色味とかも馴染みやすそう、そのカラーブロックになってることがあんまりこう嫌味にならないっていうか、前面に出しすぎずいいんじゃないか、なんか袖まくりして着たりしたら可愛いよな、インしてね。そんな感じします。ちょっと田舎っぽい感じがいいかもしれない、
フランネルチェックシャツ、こちらは、クレージーパターンになってないということでね。なってないんですね。うん、ね、ちょっとね、うん、近年こう大きなこのチェックっていうのが、あのバーバリーなんかも使ってて、うん、ちょっと来てるのかもね、デザインとして。そうですね、うん、可愛いかもね、うんうん、僕はブルーが好みかな。次スウェット、はい、スウェットシャツ長袖と、うわ何これ、何なんですかね。まあエンブレムでしょうね、そのそういうことですね、ブレザーなんかについてるね、クレストと言いますかね。おしゃれに着れる人いるのこれ。これむず。これむず。むず。むず。これおしゃれに着れる選手権やってもいいかもっていうぐらい超難題だね。3,990円でみんなエントリーしていただいて。はい。次、はい、フリースプルパーカー、はい、これはワンポイントですね。これも、まあ、ワッペン的なものがついてるのかな、うん、むずでふかふかしてるとむずなんかアイドルとかが着そうだけど、女子の、うん、いやむずい。ボトムス、はい、ワイドフィットチノ、うん、だからさ、ユニクロ言うと何がちゃうねんつう感じよな。ワイドフィットジーンズ、うん、これは普通だよね。まあそれこそ、まあ今まで言ってきたね、リキさんが言ってきたインラインでもユーでもデニムって優秀なのいっぱいある中で、そうだ、ね、J 代はどうなるのかっていうところを知りたいってことですよね。次、はい、フリースパンツセットアップ、これは特に刺繍が JWA が入ってるだけか。フリースか、なるほどなるほど、うん、なんかこのさ目のねふわふわふわっとしたフリースのパンツは履きやすいと思う、うん、はい、このピンクも可愛いよね。まあなんかオーラリーとかで出しそうなピンクだよね、うん、うん、だから可愛いけどね。JW アンダーソンって。じゃあグッズやりましょうか。お願いします。スフレアンビーニー。まあいいよね。だからこのね、ふわっとした感じでビーニーは特にビーニーってね、ちょっときついときついんで。そうですね。このふわっとした素材でビーニーはとてもいいんじゃない、うん、で、トートバッグ。これは絶対いらない。はい。完全に切ってしましたね、はい、次、はいはい、ストライプチャンキーストール、はい、昔こんなの買いませんでした。買いました ね、 ね、だからこれはねいつもいいのよ、うん、で今日もさ外出てちょっとずつ寒くなってるでしょ、うん、はい、そうさ海外の方とかってこうストール巻いたりするんだよね。そうですね、あのマフラーの前にね。わかります。ああいうの見るとやっぱり首元に色があったりとかちょっと柄があるのっていいなと思うから、うん、こういうコラボでちょっと派手めのものをチョイスしてもいいんじゃないかなと思います、はい、次ソックス、ヒートテックのソックスなんですけど、履いたことありますか？ないんですよ。これがね、これヒートテックスのソックスって本当に程よい厚みで、はい、冬履くのには最高なんだよね。ソックスは固定のファン多いですよね、うん、うちで動画やっててもソックスは買いますっていう意見は。ソックスってさ結構おしゃれの最終兵器みたいなとこあってさ、そうですね、こうこの服にピンクの靴下なんだとかエメラルドグリーンの靴下なんだみたいなちょっとした意外性だったりとか、うん、まあそのシンプルな服なんだけどその最後の最後にこう靴下で遊ぶっていうのは結構上級の技、うん、まあ、そういう意味でいくと、まあ、遊びがいのあるのはあるんですが、うん、さらにこの柄ってとかになると僕は色で遊ぶことはあるけどあんま柄で遊ぶことないんですよ。靴下の話ですね。そう、はい、
こう柄で遊ぶのってさらに一個上級な話なので、うん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 、ちょっと注意は必要というか、うん、子供っぽくならないようにしなきゃいけないなっていう気はしますね。なるほど。ボーダーとかさ、こういう柄物ってちょっと子供っぽくなりやすいんで、うん、まあそうですよね、うん、相手感をうまく出してきたりとかしないとね。そうですね、はい、なんかこの動物柄あるじゃん、うん、これさ、羊とカタツムリとリスなんだけど、ね、うん、こうインラインだと、インラインっていうか違う JW アンダーソンだとシルエットなんですよ、今季ウサギの、はい、完全にシルエットなの、はいはい、それもデフォルメされた、はいはいはい、そうだって欲しかったなっていう、ディテールとかいらないから、こうシルエットでさらにそれがこうデフォルメされてることによっての可愛さみたいなものがもう一つ来ると、まあなんていうかね、 JW アンダーソンっぽいっていうか、それが柄に昇華されてるとそんな気がするんですけどね。さらに、ね、なるほど、偉そうなこと言ってすいません以上、はい、全商品見てきましたが、はい、どうですか。いやだから年々 JW アンダーソンが普通っていうか、そのあんまりこう、うん、コラボとしてのこうなんていうんですか、うん、アイデンティティを失っていくというか、はい、どうなんですかね。でなんかちょっとさ、そのハードル上げようってしたところで、このスウェットでしょ、ある意味ね、その癖ありで言ったらなのですかね。でもこのスウェット俺は理解できへんと、うん、つまりはシンプルなものはいいなと思うけど、癖ありなものはちょっとどうかなと思うってことは、どう、俺逆がいいんだよな。癖ありなものが、うわすごい、やっぱ JW アンダーソンっていいじゃんと思いたくて、普通のものは別にいいって思わなくてもいいっていうか、インラインのものでいいよなと思っちゃうんだよな。で、はい、やっぱこれやるしかないでしょ。そうですね、ウィメンズ、うん、もうね今ね、メンズもウィメンズもないですから、はい、結構ジェンダーレス化が進んで、はい、ブックでも両方着てますんで、バシバシ着てます。ちょっと気になるものをピックアップしていきたいと思います、はい、お願いします。ウールブレンドダフルショートコート、これアウターですね、うん、まあ、ここら辺はさ、なんかこうなんだろう、あんまりありそうでないっていうかさ、はい、結構ね要素多いし、ごちゃつきそうなところをショートにどうまとめてるのかは気になるし、まあメンズも着れないことないと思うんで、はい、まあ珍しいアイテムということでね、うんうん、まあ、ちょっと着てみてもいいんじゃないですか。これはそうですよね。でもルックでメンズは着てないね、やっぱね、うん、でもちょっと気になるなっていう感じかな、はい、あ、着てる着てる、やっぱメンズも着てますね、ルックで、うん、公式スタイリングの中でちょっとメンズも着てるんで、まあ男女問わず着てみてくださいってことだと思うんで、はい、うん、ダッフル難しいからね、おしゃれに着るの。そうですね、ショートだったらおしゃれで着てますよっていうのが伝わりやすいかもね。わかりやすいですね、うん、うん、次、はい、ボアフリースプリントパーカー、これはさ、すごくメンズも着てるよね、ルックの中でも、ね、これはもうルックでも着てます。ブルーかなんか着てた気がしますけどね、うん、これメンズの方に別に掲載してても良いぐらい、良いぐらいじゃないですか。普通に着れそうなアイテムですよね。ブルーとかベージュが僕は好みかな、うん、これ店舗展開サイズどこまでなんだろうな。なんかちょっとルック見る限りレディースとかちょっとちっちゃそうで、XXL とかで着たいなっていう気はするけど、 XL もないんでしたっけ。そう、 XL も最近なくて、全て XL まで置いてほしいですよね。そうだね、うん、ジャガードクルーネックセーター、ほら来た、これよ、アウトラインだけで表現してくださいと、はい、これが靴下だったら可愛いのにな。だこういうさ、ノルディックの柄の中を、うん、リスに変えたとか嫌なのよ嫌なんですね。これだったら胸にワンポイントリスのマークでいてほしいわけ俺は。あ、もうこの胸周りなしで。そう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 。でもほら、ノルディックの作りたいよねからスタートしたらどうしてほしかったですか。っていうかだから、そのこのリスを中和しにかかってんねん、これって。ある意味柄の中に入れることによって、
そうじゃなくて、うん、バーンリス可愛いやろっていうデザインにしてほしいわけ俺は。やっちゃってほしかったと。だったらもうここにリス1匹ドンドンと胸にリスドン、はい、とかね、うん、もうそれかリスのこうパターンでこうドット柄みたいになってるとかにしてほしいわけ、はい、ただ売れない、まあ、そう面白いですけど、うん、まあね、そうなんかこの何かの柄に忍ばせましたっていうことが俺はもう姑息で嫌だ。なるほど。いやーしかしこうコラボって難しいですね。まあ毎回論点がここにね、うん、なりますよね。そうですね、うん、なんか勝手にもう来期とか俺デザインして全部出しちゃおうかな。JW のアンダーソン×ユニクロ勝手に CM 作ってみたとかありますからね、うん、コレクション自身のブランドだったらエロエベでやってることのイメージが強すぎて、うん、でリキさんの期待値が上がっちゃってるっていう。まあでもそれがコラボなんで、まあまあそうです、うん、まあなんかそのチューニングするのが難しいじゃないですか、うん、まあでもそのチューニングもうちょっと強めてもらえたらなって多分コラボ好きはみんな思ってると思うので、はい、まあそこのね加減を、うん、毎回、うん、あだこうだ言いながら見るのもコラボ楽しみなので、はい、次回 JW アンダーソンさんにねさすがって言わせてもらえることを期待して、はい、いやいやいや今回発売してないから、そうそうまだプレビューだろ確かに、リキさんお店ちゃんと行ってですね、確かに真っさらな11月3日、はい、発売しますんで、はい、僕の意見は半分に、ええまあ、真に受けず、そうですね、好き嫌い語ってるだけですからね、そうそうそう、はい、ご自身の感性を大事に11月3日売り場に行っていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、じゃあまた。でチャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、リキさん的には絶対してもらいたい、動画の高評価と絶対してもらいたい、グッドボタン押してもらいたい、絶対ってことで、そうそう、じゃあまた、じゃあまた。